水野紀子のどないなっとるねん。さあ、今日のどないなっとるねんは皆様にお知恵をいただこうということで、日本を明るくする種まき発作、これを頂戴しております。近藤さん、はい、これなんでね、こういう企画を今日したかと言いますとね、うん、いろんな数字、社会がこれからどうなっていくかという数字を見ているとね、うん、どうも暗い考えにとらわれるんですよ、うん。人口があと50年後、うん、2060年ぐらいですか、うんうん、50年経ったらですね、3割減りますね、うん、で、うん、そういうふうに考えていくと年金がね、うん、今で、何人ですか、 2.8 人、うん、お年寄りお一人を、3人近くで支えてるんですけど、はい、その頃になったらどうなるか、うん、1.3 人で支える。はいはい、だから今やったら、まあ、騎馬戦みたいな形で支えてますけど、うん、肩車みたいに、一人で一人を支えなあかん、どないすんねんと、うん、まあ、なってくるわけですね。うん、少子高齢化、どんどん進んでいく。だからもうちょっと発想を転換させなあかんやろと、うん、いうことで、なんか新しい国づくりの、お知恵をくださいと、はい、いうことでいただきました。うん、順次伊藤さんだって一人で8作8つも考えてくれはった。ありがとうございます。バイコロジーさんは、節約のプロであるおばちゃんを国が雇うようにする、うん、ああ、公務員をおばちゃんがするってことですね、うん、それから標準語は大阪弁にしますって、うん、会議があのぐちゃぐちゃなのちゃうやろか、うん、そして小中学校の授業で、うん、漫才と川柳と落語をちゃんと授業で取り入れる、うん、どうですか、うん、そして義務があります。最低1日1回やることの義務、うん、笑うこと、うん、笑いを義務付けるという、うん、教育にも取り入れると。笑うっていうことなんか言ってなかったですかね、橋本さんね。あ、子供が笑う大阪にするって言ってはったけど、うんうん、はい、今は競争に打ち勝つですから、グローバル競争に打ち勝つ子供ですから、まあ、同じ意味なのかどうか私には分かりませんが、はい、春野弥生さんです、うん、私はですね、徴兵制ではなく、うん、つまり軍隊に行くんではなく、うん、徴兵制ではなく徴農業、うん、徴漁業、うん、など若者に2年間の職業体験を義務付け、うん、いろんな苦労や喜びを知ってほしい、はい、ほう、超農業、超漁業ですって。なんかそういう、なんか超じゃなくて本当進んでやってくれる子が本当欲しいと思うね。あ、自分でね、ね。でも今はボランティア行ったら、あの大学のなんか単位くれるとかいう大学あったら、はい、まあ、その計算で行ってる人も中にはいるとか、うん、ちょっと悲しい話も聞きますが、うん、今日はでも、あの、最初に申し上げました通り、近藤さん、最後は、あの、種まき8作選んでくださいね。それからね、豆の新さんは、家庭用のお風呂を原則禁止にします。うん、その心は。大幅なエネルギー削減を実現。そして地域に銭湯が復活します。そうすると何が起こるか。はい。ね。地域住民の触れ合いの場が復活する。もう銭湯はそうやろな。銭湯はそう、本当お風呂屋さんがあるってとってもいいこと。裸の付き合いやもんな。裸の付き合い。さらに豆の新さんはね、はい、もう一つね、すごいですよ、うん、銭湯が復活することは何があるかというと、うん、他人に裸を見せる場ができるので、うん、子どもの虐待を早期発見、決見できる。お、子どもの虐待を早期発見できる、うん、どう、ものすごい皆さん、あの、はい、先々を読んでるわけね、読んではんねん、いろんなこと、うん、それから丹波の売り坊さんです、はい、全国民は一日一定時間、はい、何々をする。さあ、何々、何がいいですか。昼寝。私はそれシエスタなん、私はシエスタ導入なんですけど、売り坊さんは昼寝ではなく、うん、一日一定時間ラジオを聞く。ああ、それはもうな、ラジオ発作。ラジオ聞く時間を決めると、うん、設けるっていう。脳にいいんでしょ。そうですよ。うん、だって、あの、脳科学者がおっしゃってるんですもん。うん、脳全体が動くんです、ラジオを聞くと。うん、
だからテレビだとかそういう目からの刺激だと脳の一部しか動かないんです。なるほど、うん、もう僕2つ選んだんですけど、やつの早すぎますか。え、いやちょっと待っといてください、はい、まだ言うと飽きませんで、はい、じゃあ、あと 6作皆さん入っていってくださいよこの方、月見団子さん、うん、種まき8作にはこれ3時のおやつを復活します。ほう、なぜならば、うん、3時に甘いものを食べれば心が和みます、うんだからラジオネーム月見団子さんやからね、うん、3時のおやつ復活、うん、これだけど3時のおやつ復活したら、うん、消費も高まるんちゃいますか。やっぱコミュニケーションが取れるわな。本当や、あ、もう国会も3時になったらみんな休んでこうしたらあれですやん、食堂行って銀食堂行ってコーヒーを隠れて飲まんでもねちゃんと3時のおやつで飲めはりますわ。ねえ、それからこれは、うん、ラジオネームゆきうさぎさん、この方は日本にも徴兵制度を入れる、うん、男の人は 1、2年自衛隊に入る、うん、最近頼りない男子が気になりますと、うん、いうことで徴兵制度、うん、それから元巨人ファンさんはね、うん、これも面白いな、全市町村郷土グルメを登録する制度を作るんですって。登録、うん、郷土グルメを全市町村で作っていく、うん、なんか富士宮焼きそばとかそういうことですよね、うん、やってるでしょ、もうみんな今みんな B 級グルメとかでやってありますよね、うんうん、でもこれを、うん、もう全部でやると、あ、でそこにそれこそ補助金とか出してくれるのかな、あ、補助金出したらあかんのかな、それが今までの古い発想ですね、私は飽きませんね、うん、A ちゃんです。国会議員は各県一人47人だけにする。あ、バトルやろね。人口比で問題起きないですか。ああ、そうか、どうなんだろう。私のね、うん、こういう選挙に対する私の公約は何かと言いますと、うん、被災地の方の一票はですね、うんうん、そのお一人に被災した方に3票をあげるっていう、うん、福島県民の方なんかは日本の未来を決めてもらうために一人3票持ってもらうっていう、私のちょっとノミネートですよ、近藤さん、うん、お願いしますよ。これも入っとんですか。もちろんですよ、ノミネートさせてください。独一号、独一号、うん、鍋焼きうどんさんはね、笑、はい、福亭鶴瓶さんを総理にします。これ前から出てんだよな、僕らの年末タッグでな。私らもうずっと2年3年前3年がかりで言ってますよね、近藤さん。坂の上の号の関川夏夫さんが来た時にね。そうそう、関川夏夫さんとのお話でやっぱり総理になるのは鶴瓶さんがええんちゃうかと。そう、一時の大内さんみたいな雰囲気が大事だみたいな話でね。ああ、そうか、鶴瓶首相か。鶴瓶首相ですわ。なるほど、鶴瓶首相は人の懐にうまく入り込んでいっていただいて、うん、私なんか皆さんの声を聞きはる能力やと思ったんですけど、鍋焼きうどんさんおっしゃるのは高級官僚の人心も掴んでもらうと、うん、そして本来持ってる能力を発揮させたいと、うん、なるほど、高級官僚には敵対するのではなく鶴瓶さんを差し向けるという、うん、はい、すごいなあ。トラボルタさんです。この方は国家を谷村新司さんのスバルにするっていうな、どういう意味。いや、どういうことやろ。でもスバルってアジアを旅行するときにね、うん、スバルは知ってはって、うん、あの曲を歌うっていう方多いんですよ。あ、そういう意味か。いやいや、知りません、この方の、うん、意味は知りませんけど、うん、私は例えば中国に行った時なんかに、うん、スバルだったら皆さんが歌えるんですよね。そうですね、うん、それは有名ですよね。そのアジアの人が愛するという、うんうん、スバルという意味なのかもしれませんけど、日本って草とか木の名前がいっぱいつけてんだけど星の名前はほとんどつけてないんだよね。スバルっていうのは日本が作ったそうなん、ね、名前なんですよね、はい、